あ、お侍さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おや、ぴょんさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくね。よろしくお願いします。侍さん、私質問があるんだけど、私質問があるんだけど。ん？なーに？ん？なーに？これ見て、これ見て。なんでウサギがあちこちに飾られてるの？なんでウサギがあちこちに飾られてるの？ああ、2023年、今年はウサギ年だからですよ。2023年、今年はウサギ年だからですよ。ウサギ年？ウサギ年？そう、去年2022年は寅年でした。そう、去年2022年は寅年でした。去年は寅年、去年は寅年。じゃあ一昨年は？じゃあ一昨年は？一昨年は確か牛年でしたね。一昨年は確か牛年でしたね。へえ。じゃあ来年は？へえ、じゃあ来年は？来年は辰年です。来年は辰年です。へえ、何それ？毎年違うの？へえ、何それ？毎年違うの？そう、そう。へえ、面白いね。へえ、面白いね。じゃあさ、私2019年生まれなんだけど、じゃあさ、私2019年生まれなんだけど、2019年生まれ？ 2019 年生まれ？まだついこの間じゃないか、若い。まだついこの間じゃないか、若い。そう。2019年生まれの私は何年になるの？2019年生まれの私は何年になるの？2019年の干支はイノシシでしたから、
2019年の干支はイノシシでしたから、ピョンさんの干支もイノシシですね。ピョンさんの干支もイノシシですね。私ウサギなのにイノシシになるのか。私ウサギなのにイノシシになるのか。変だね。変だね。確かに。確かに。ねえ、じゃあお侍さんの干支は何？え？誕生日いつ？何年生まれ？忘れました。え、嘘。絶対覚えてるでしょ？私は20歳です。何それ。まあいいや。今年はうさぎ年なので、いろんなところにうさぎが飾られていますよ。なんか嬉しいな。今年もいい一年になるといいね。そうですね。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。